ういうのってね、結局ネットで買った方が安かったりもするし。ああ、まあね、うん、確かに確かに。ね、なんか店の周年とか調べてちょっと安い人があったりとか。ああ、うん、買い物上手だなやっぱ。うん、うんうん、なんかね、うん、いいね。じゃあのよ、今度さ友達と 山登りもさ。ああそうなんだ。じゃあやっぱあったかい格好しなきゃね、今だったら。うん、値段にもよるな。でも可愛くない？うん、すごいいいと思う。どっちが可愛いか、可愛いね。うん、色似合う。どうしよう。あれ、私インスタ見たんだよね、ここの、うん、なんか一個欲しいなって、うん、すいません、これってありますか？あー、そっか、売り切れちゃったんだ。いつ入荷しますか？来、あー、目処立ってないですか？じゃあ、はい、入荷したら。あ、でも他のも見ます。はい、こっちとかも結構あるよ。普通に、なんか持ちやすいしね、普段から全然。サイズ感もいいね。すいません、このカバンって一色ですか？一色だけ？あ、ありがとうございます、うん、え、めっちゃいい、かわいい。あ、いいね、かわいい、うん、いい、黒もいい、あ、これが色違いなんだ。あ、いいね、うん、あ、これとこれ寒いもんね。あ、めっちゃいい、うん、あ、いいプレイ、うん、ねえねえ、どっちがいいと思う？うわー、でも両方いいけどね、うん、あ、でもあれか、強いて言えばこう、ちょっとやんちゃっぽいからこっちの方。絶対こっちだけどな。あ、そう、私絶対こっちが良かった。だってさ、普通に考えたらこうじゃない？だってさ、グレーってさ、うん、あ、逆にこっちか。これとこれだったらどっちがいいと思う？あ、だったらじゃあやっぱこっち。これとこれで。いや、でも分かる、白か。色？なんか爽やか、色じゃなくない？チャック付きかさ、普通のさ、パーカーかじゃない？あ、あ、なんかパンツも普通に欲しかったの。ねえねえ、どっちが可愛いと思う？あー、でも、なんか明るい方が似合う。だってさ、持ってるじゃん。あー、確かに。持ってるくない？あー、だからイメージあったのかも。これ、こっちだよね。あ、逆にちの周りかも。可愛くない？どっちが可愛いかな。いやー、どっちもいいんじゃない？いやいや、どっちもいいと思うけど。こっちとこっちだったら？いや、これはなんか変だからこっち。めっちゃ可愛いじゃん。あ、そう？いや、でもいいと思う、確かに。結局じゃあこれとこれだったら？いや、こっちじゃないの。なんなんもう！もう分かんないよ、どっちがどっちなんてさ。もう結局こっち行ったってこっち行ったって、そんななんか言われるじゃん、文句。あ、ごめん、大きな声出しちゃって。いや、でも本当に両方似合うと思うよ。うん、
いや、さっきこっちで言ってこうで、あっちで言ってこうだとか、こっち。あ、ごめん。大きな声出しちゃった。いや、じゃあこっち。じゃあ。あ、ごめん。じゃあって言い方違かったね。ごめん。あ、はい、はい。そうだ。昔テレビで見たやつ。あ、そうだ。あ、相席スタートの、あ、Kさんが言ってたやつだ。両方似合うから、片方自分で買ったら、もう片方俺が買ってあげるから。いや、申し訳ないよ。いや、いいよ。え、申し訳ないよ。じゃあ買わない。で、こっち。え？はい！はい、え、はい、はい、誰、あ、ごめん、本当に、うん、今の本当に、嘘、嘘、嘘だよね、うん、本当じゃないの、本当じゃない、嘘、嘘の俺、え、嘘の俺だよ、もちろん、わーって言ったよ、嘘だよね、本当に、え、本当に、嘘、嘘、びっくりした、嘘って何？この状況で、この状況においての嘘って何だろう。俺は俺だもんな。なんて言ったらいいかも分かんない。自分の意志を強く持ったりしたらどうかな。さっきのリュックの方がいいよ。うん、さっきのリュックの方がこっちの方が似合うと思う。普段使いできそうだし、背負ってる姿も可愛いと思う。何？え、なんだよ。え、文句あんのか。え、え、じゃあなんだよ、言ってみろ、続きを。その、いや、似たようなの持ってるからこっちに。あのさ、じゃあ似たようなの持ってるんだったら似たようなの持ってくるなよ。そしてこっちに聞くな。違うか？でもちょっと古くなったからこういうぐらいな。じゃあいいじゃないか、新しいの買えばいいだろ。でも私気になってたから二択にしたんじゃないのか。それで片方を言ってなぜそんな風に言われなきゃいけない。なんて、なんて。今本当に？本当。え、そうだろ。何か間違ったこと言ってるか、私が。今本当に？本当だよ。もう本当さ。夢じゃないよ。誰？現実さ。え？はい。うわ。だから私はこっちに品をした方がいいんじゃないのって言ってます。でも今日は一応やめとく。ああ、いや、やめればいい。ほら、真実が見えたじゃないか。よかったね、おめでとう。でもすごい欲しい。ああ、じゃあいいじゃん、買えばいいじゃないか。君が背負ってる姿がすごく浮かぶよ。私来月誕生日。ああ、誕生日これでいいのかい。別のご飯も用意してるし、別のとても高いアクセサリーをプレゼントしようと思ってたけど、これでいいのかい。じゃあこれでいいよ。へえ、本当に。ああ怖い。本当だよ。誰？君が作り出した化け物だ。誰だ？ああ、君が作り出したんだよ。え？私が？そうだよ。え？君をこうやって人格を崩壊させたんだ。誰じゃないよ、君の彼氏さ。やだ。そうだよ。すいません。おう、謝る必要ないさ。すいません。彼氏なんだから。今日私一旦帰れます。ああ、一旦帰る？うん？帰ると帰らないの選択があったら帰らせないよ。そうだろ。どこに行くんだい。逃がさないよ。早く戻っておいで。そして俺に二択を出してくれよ。どっちがいいと思う？パチンコだったら激アツだよ。パチスロとかでよくあるんだよ、こうやってナビが出るんだ。で、同じナビ、同一ナビが出たら激アツ。正解は激アツだ。違う。何？じゃあ教えてくれ。はい、じゃあ仮に聞いてみよう。はい、こっちって言ったら？ちょっとちっちゃいよ。ちっちゃい。こっちって言ったら？ちょっと大きいよ。なんで正解がないんだい？君の二択にはいつも正解がないんだけども。正解をください。二分の一で正解がある二択をください。こっち S でこっち L だから M 見つけてくれば。
最初から M を持ってこい、さあ早く持ってくるんだよM はあったかい？あった。これにします。はい、これにします。ただ言うけどこれ似合わないよ、はい、君に、はい、うん、やめた方がいい。もう何でもいいから早く買って早く帰りたい。そんな選択はさせないよ。誰？だって君が作り出したんだよこのモンスターを。ねえ二択をくれよ僕に早く。はい、最後の晩餐お寿司か焼き肉どっち？両方だよ。え？スタミナ太郎行くよ。レインボーコントチャンネルのメンバーシップが始まりました。スタンプとかこの未公開コントとか、あとその普段しない投稿とかしたり盛りだくさん。ぜひ入って。